テレ東では4月6日午後9時から出没アド街ック天国麻布十番2024を15分拡大で放送する。1995年4月15日にスタートした同番組は今年4月に30年目に突入。記念すべき30年目突入最初の放送は番組の放送を開始した年、そしてその後も何度か出没している麻布十番へ。最初の出没から29年、大きく進化した麻布十番の魅力をたっぷり届ける。そして今回の放送から中原南アナウンサーが5代目 MC に就任。初収録では2代目宣伝部長井ノ原快彦と中原アナが2人で一緒に言う初めての出没の決め台詞ではタイミングが少しずれてしまったものの、井ノ原やレギュラー陣からはいいよ、1回目としてはとうとう温かい声が飛んだ。さらに中原アナが加わったアドガイレギュラー陣の新集合写真も公開された。